家の中に魔物がいるよ。大丈夫だ。ここの魔物は人を襲わないし、気象だって結構穏やかなんだぜ。魔物なのに？あんな爪だってすごいし。では分かりやすく例えてみましょう。ガイアスさんはパッと見ちょっととっつきにくくて怖い人に見えますが、中身も怖いかというと必ずしもそうではないでしょう。うん、エルね、王様のこと好きだよ。この前も一緒に遊んでくれたし。そうなのか。さあどうだかな。これで存外子供好きなのですよ。魔物も人も見た目で本質は測れないのです。それにガイアスさんの場合、エルさんに昔の妹君の姿を重ね。確かに見た目によらず俊敏だな、ローエン。達者なのは口だけではないらしい。何のこれしき、ジジイを舐めていただいては困ります。あれ、どうして喧嘩してるの？ああ、あれほっといて平気。ただの照れ隠しだ。